上山戸橋は、大阪市の東横堀川に架かる橋。大阪市中央区、河原山地三丁目と、島の内二丁目の間を結んでいる。上山戸橋上山戸橋、東横堀川の最下流にある橋。上山戸橋から直角に西へ曲がって道頓堀川になっている。1615年に道頓堀川が開作後、この地は、物資の集産地として、 荷車などが集まるところとなり、東横堀川西岸道路の延長上に山戸橋が架けられたと伝わる。法歴年間に、この山戸橋を廃して、道頓堀川北岸道路の延長上に上山戸橋が架けられた。また、旧山戸橋の一つ、下流川にかかっていた中橋が、下山戸橋に改称されている。共鳴は、道頓堀川北岸の町名。 道頓堀山和町に由来する。明治期になっても、目標のままで、1881年の記録では、橋町37.8メートル、福音3.8メートルとある。1897年頃に架け替えられ、福音は6メートルほどになったが、依然目標のままで、近代化に及ばなかった。関一市町の第一次都市計画事業の中の橋梁改築事業により、 1925年10月に、橋町35.8メートル、福音9.1メートルの三景観の単純高桁橋として生まれ変わった。1965年の阪神高速1号、環状線南行きの開通によって、頭上を高速道路の高架で覆われるようになり、道頓堀出口からのデジを設置するために、橋の東側が約4.5メートル短縮される、改修を受けた。 ありがとうございます。